虎一筋16年、阪神タイガースの先発ローテーションを支えてきた岩田稔。1型糖尿病とも戦いながら、プロ通算60勝をマーク。阪神でプレーしてきた16年間、そして岩田投手の野球人生を振り返ってみようと思う。大阪桐蔭高校に進学した岩田は、高校2年秋からエースとなり、秋季大阪府大会で準優勝を果たし、活躍した岩田であったが、同年の冬に風邪をひいた際のウイルス感染が原因で1型糖尿病を発症。1日4回のインスリン注射が欠かせない生活を送ることになった。それからは腰の故障もあり、思うような成績は残すことはできなかったが、1型糖尿病を発症する直前に社会人の強豪チームから内定を得ていた。しかし3年生の夏の大会が終わった直後、病気だからダメ、そう言われ内定を取り消された。後で絶対に見とけよと当時の岩田はそう心に決めた。その後関西大学に進学した岩田は、反骨心をバネにして最速151キロの速球や、岩田の代名詞である縦に割れるカーブ、スラーブを軸にカットボール、チェンジアップなど多彩な変化球を投じるスタイルを築いた。プロ野球界から注目される投手になり、2005年ドラフト会議で阪神への入団に至った。2008年プロ入り3年目でようやく開幕1軍入りを果たした岩田は、開幕カードの第2戦に抜擢されると6回を1失点に抑えてプロ初勝利を挙げた。さらに4月26日の巨人戦で1軍初の完投勝利を挙げるなど、シーズンを通じて1軍の先発ローテーションに定着、下柳剛に次ぐチーム2位の投球回数へ達し、10勝10敗防御率 3.28 という記録を残し、見事なブレイクを遂げた。そんなブレイクの甲斐あってか、2009年3月に開催された第2回ワールドベースボールクラシックの日本代表に選ばれた。しかしこの大会後に左肩を痛めていたことが発覚し、1軍復帰が6月にずれ開幕から出遅れた。しかし7月29日の横浜戦でプロ初完封を挙げるなど活躍を見せ、リーグの規定投球回には達さなかったものの、前年を上回る103奪三振7勝5敗防御率は 2.68 とチームのローテーションの一員として活躍した。しかしシーズン最終戦、負ければ阪神は CS 進出を逃すという大一番、そのヤクルト戦の先発を任された岩田は試合を作ることには成功するも勝利に導くことはできず、試合後涙が止まらなかった。またこの2009年から1勝につき10万円を1型糖尿病研究基金に寄付するなど、慈善活動も積極的に行っていた。その悔しさを翌年2010年は果たしたかったものの、開幕前の3月に左肘を故障しリハビリに専念したため、この年の一軍登板はなかった。しかしこの年岩田家に第3子が誕生した。やはり子供ができると責任感の大きさが変わってくるのだろうか。ここから岩田稔の全盛期が始まる。2011年、開幕カードの第3戦を任されるなど上々の滑り出し、そして5月5日の巨人戦でシーズン初勝利を収めると、試合後のヒーローインタビューでは578日ぶりの勝利ということもあり号泣した。その後先発ローテーションの一角を守り、チームトップの防御率 2.29 を記録、ウィップは 0.98 という好成績を残したが、打線の援護には恵まれず9勝13敗と負け越した。翌年の2012年はチームが低迷したこともあり、勝ち星は8勝にとどまり、負けの数はリーグ最多の14敗を記録した。しかし先発ローテーションは1年間守りきるなど存在感は発揮した。翌年の2013年は不調にあえぎ2勝に終わるも、2014年、自身初の月間 MVP を受賞するなど復活を遂げ、最後まで1軍の先発ローテーションを守り、リーグ2位の防御率 2.54 を記録。しかし持ち前の無援護さは継続され、2桁勝利には惜しくも届かなかった。打線の援護さえもう少しあれば12勝13勝していたのではないだろうか。そして巨人とのクライマックスシリーズファイナルステージでは第2戦に先発し、7回2失点に抑え勝利投手となるなど日本シリーズ進出に貢献した。2015年も先発ローテーションを1年間守り活躍した岩田であったが、2016年からは不振に陥り、その後1年間先発ローテーションを守るということはできなかった。2019年オフ、入団14年目で初の現状維持。この時の会見では、現状維持は衰退、試合に投げている中でまだまだできるという感触があるので、オフは
今の状態から1ランクも2ランクも上げられるようにトレーニングをしっかり積みたいと決意した。しかし2020年新型コロナウイルスが日本国内で拡大した。1型糖尿病の患者にとっては重症化のリスクが高いので2軍での調整を余儀なくされた。さらに2軍調整中の8月上旬にはプロ入り後初めて右の脇腹を痛めるということもあり、ついに終わったかと感じるほど弱気になっていた。しかし1型糖尿病に苦しむ子どもたちに勇姿を見せないわけにはいかなかった。ウエスタンリーグ公式戦8試合に登板すると、そのうちの1試合で5回無安打無失点を記録。そしてようやく勝ち取った1軍で6回3分の2を無失点無四球で抑え、2019年7月5日以来の454日ぶりの白星を挙げ復活を遂げた。2021年ではシーズン途中から中継ぎに転向し、1軍でもエキシビジョンマッチで何試合か投げていたが、オリックス戦で打ち込まれたこともあり、8月の上旬以降は1軍から遠ざかっていた。そして球団の戦力構想から外れたことも踏まえて引退会見を行った。16年はあっという間で、自分自身ではよくやったと思う。糖尿病患者の希望の星になると言ったので、その言葉に負けないぐらいの諦めない気持ちがあることを少しは証明できたかなと語った。間違いなく糖尿病で苦しむ子供たち、患者に勇気を与えたプロ野球選手、アスリートであることに間違いない。糖尿病の患者だけでなく、大きな病に苦しむ人たちにも大きな勇気を、希望の星になっていたと僕は思う。